まあ、地球上に人類が誕生してからこの方、絶えることもなく受け継がれているこの命の営みの流れの中に今私たちが入ったということ、そういうことに新たな感動を覚えました。無事に出産できましたときにはほっといたしますと同時に、初めて私の胸元にこう連れて来られる生まれたての子供の姿を見て、本当に生まれてきてありがとうという気持ちでいっぱいになりました。で、今でもその光景ははっきりと目に焼き付いております。で、生命の誕生が、はい、初めてお腹の中に小さな生命が宿って、生まれたての子どもの生きる力というのを目の当たりにいたしまして、子どもっていうのは、変な言い方ですけど、本当に生きるために、そして親に愛されるべくして生まれてくるんだということを強く感じました。親であれば誰でもそうだと思いますけれども、この子どもと顔を合わせた時にこのニコって笑ってくれる時が、最も嬉しい時のではないかと思います。で、私たちは今まで、様々なことを協力し合ってやってまいりました。子育ても協力していろいろとやっていきたいと思っています。で、子育てに関わることによって子どもとの一体感を感じますし、また夫婦の一体感も感じます。子育てには父親の役割もとても大切なのではないかと思います。私も成長の過程で父の陛下から多くのことを学びました。体もだんだんと大きくなってまいりますし、またいろいろなことも日々少しずつではありますけれども、気がついてみると新しく、こんなこともできるようになっていたんだということで、本当に日々発見の連続という感じでございます。私ども大変育児にで私を助けてくださってまして、もう大変子供のことを可愛がっていらっしゃるので、子供の方もお父様大好きで、大変なお父様でございます。外国訪問をすることがなかなか難しいという状況は正直申しまして、私自身その状況に適応することになかなか大きな努力がいったということがございます。初めて親になってあたふたとしている日々で、初めの半年間はなんだかそれまでよりも時間の流れがゆっくりだったような気がいたしました。いろいろな表情も豊かになりましたし、活発に動き回るようになっておりますし、いろいろな反応が返ってくるようになって、それからはだんだんと時間が経つのがまた早くなって、あっという間にもう1歳の誕生日なんだわと。自閉症ではないかとついに殿下はおっしゃいました。雅子にはこの10年自分を一生懸命皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが、私が見るところそのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや、そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。